料理下手はこれ使え。これ使っとけばうまくなる。本日のパパ飯は、とりあえず米を研いで30分ぐらい放置します。放置してる間にこれ、緑色のやつ。いやー、秋だというのにまだまだ暑いですね。こんな時はいただきます。ごちそうさま。真面目にやります。人参を細切りにカットしていきます。ピューラーで薄く切ってから細くしていくとやりやすいです。舞茸、放置してたお米に調味料と先ほど切った野菜を入れ、ここで油揚げを入れていきます。この油揚げマジでうまい。うどんとかにも合うよ。で、炊飯器に入れてピピピッとやったら完成。